うわ、風マイク入ってるね。風強いけど大丈夫ですか皆さん。で、今日は風強い時にどんなことしてるかっていうのをお見せしたいと思います。だって風強いんだもん。はい、ということで、やっていきたいと思います。折れやすいお花だったり、そうだな、風強い時の注意点だったり、こんなことやってますよみたいなことをお伝えできればなと思います。ということで、リアルな様子をお見せしたいと思います。クリスマスローズの古はきりしたからさっぱりしてきましたね。行ってみましょう。どうぞやめてよ。はい、じゃあまずちょっとね、見ていただきたいんですけども、一番上の段はまだ茂っていないから、そのままこれね、そのままにしちゃったんですけども、ここの段何にもないんですよ。っていうのもカメラ位置ありのままをね、こんな感じにしていますね。だからとりあえずこれ天の羽衣だったり、お花がたくさん咲いているものって風にあおられると花びらすごい傷むんですよ。で、まあいいんですよ、別にいいんですけども、まあここにいるよりは少しでも下にいた方が風当たりが少ないんですよ。なのでここの段にあったもの一応念のため下ろしてます。で、下ろすことによって転倒のリスクも避けられる。で、たとえ転がったとしても ここならダメージが少ないんですよ。で、ここの段に落ちたものが倒れちゃうとこっちに覆いかぶさっちゃったりってことも時々あるんですね。はい、なのでまあそうね、ビオラ高いところにあるものは下のところに移すようにちょっと工夫してます。はい、で、そうだな、あとはね、まあ、こっちの 台も上の段は置いていないと思うんですけども、これどういうことかっていうと、そこそこ、もうありのままを見てください。僕の普段やっているありのままをね。で、カメラをじゃあこのまま映しましょう。ここね、ここね、はい、家のね、今西風強いんですよ。だからここ車庫があるので建物の隅に避難させてあげるんですよ。そうすることによってお花傷むのを防ぐとともに転倒回避できるんですね。で、これも結構大事なんですけども、折れやすい植物ってありませんか？折れやすい植物、倒れやすい植物ってあると思うんですけども、まあマーガレットはよく倒れますね。上が大きいじゃないですか。上が大きくて下が細い、下が小さい。だからマーガレットすごい倒れやすいから必ず台から下ろします。で、こういう端っこに避けてあげるっていうことをやらないとよく倒れます。で、代表的なのが最初にお見せしたと思うんですけども、アジサイね。アジサイはもう絶対倒れます。で、これは仕方がないので、まあ、こういうところに避難してもいいんですけども、まあ、これがありのままの姿ですね。はい、倒れているんで、これを起こしたとしても風の強い日ってまたどうせ倒れてしまうんですよ。で、倒れるたびに枝がダメージを受けちゃってまた折れたりしちゃう可能性があるので、もうね、これもう倒れたら倒れたままでいいと思いますよ。もしくは風当たりの弱いところ、壁際とか風の当たらない、当たりにくいところに避難してあげるっていうことをやってあげるのが、まあ一番いいかなと思いますね。で、これも本当に分かりやすい、まあまさにやっちゃんねるがリアルをお見せするからお伝えできることなんですが、これアジサイ落葉してきましたね。はい、そうするとね、土乾きます、もうカラッカラに乾きますね。
アジサイだったり、まあ、特にアジサイってね、土乾きやすいですね。で、風の強い時って水分どん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 奪われます。なので、まあ、アジサイに限らずなんですけども、強風の時って水切れめちゃくちゃしやすいです。ちょっとこの後スーパーリッサもぐったりしちゃってるのでお見せしますけども、このね、水切れ注意ですね。休眠期でも根っこは生きています。だから、あの、土がカラッカラになってしまうと根っこが痛みます。必ず痛みます。だから真冬でも土の表面が乾いたらたっぷりとお水を与えてあげる。で、乾きすぎないようにしてあげるね。カラッカラでね、もういつまでもお水与えないとアジサイ最悪枯れちゃうことがあるので、休眠期でもたっぷりお水を与えてください。常にね、カラッカラになりすぎないようにしてあげる。この辺もそうですね。こちらが万華鏡。これ万華鏡、なんだかんだね、冬でも土乾きますからね。はい、ちゃんと根っこは生きてるので、その辺考えてあげて、最低限のお水は与えてあげるっていうことをちゃんと意識してあげてください。強風の時って折れやすいんですよ。まずお花が傷みやすい。強風でお花が傷みやすいからちょっと陰に置いてあげる。で、鉢が倒れやすいっていうのも気をつけなきゃいけない。で、とにかく水切れしやすいです。強風、風が吹くことによって葉っぱからの水分どんどん飛んでいきます。だから根っこから水分吸収してもどん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 抜けてっちゃうんですよ。だから水切れ注意ですね。で、もう一つあるのが、折れやすい植物あります。で、ネメシアとかもこう伸びてくると結構ね、品種によってなんですけども、茎折れますよ。茎折れです。茎折れ、はい。なので、そうですね、まあ、このぐらいでコンパクトで収まってるうちはまだそんなでもないんですけども、お花が伸びてくると結構茎が折れたりします。これも折れてるかな。はい、なのでやっぱりこう建物の影とか玄関とかの軒下とか風の当たりにくいところに避難してあげるっていうのが、まあ安心かなと思って僕はそういう風にやっていますね。はい、で、これはなんだろうな、これ毎日水やりのビオラなんですけども、上が大きいからね、傷みやすいんですよ。満開、株が小さいうちはそんなにお花が傷まないんですね。例えばこれか、このぐらいだとお花も咲いてないし、株も小さいからそんなに風にあおられることないんですけども、こうやって大きくなっちゃうと風にあおられて花びら傷むとかそういうことがあるから、一応こう上の大きいものに関してはとか満開のものに関しては極力風が思いっきり当たらないところには避難するっていう意識をしていますね。いいんですよ、どっちでもどっちでもいいのはおかしいんですけども、まあ、そうした方がリスクが少ないかなと思います。で、あれだ、水切れってまさに僕がさっきお伝えしたんですけども、これ水切れして今慌ててお水を与えたんですけども、くたーってなってますね。はい、あの、風が強いからってちょっと今日園芸いいやってなって、あまりこう植物を見ないでいるとこうやって水切れします。とにかくね、こう風と水分の蒸発、植物が水を吸うことって結構関係があるんですね。で、まあそうですね、風がなければね、そんなに水分って飛ばないんですけども、やっぱりなんだろうな、多分同じような現象かなって僕が思うのは、髪の毛が濡れた時にドライヤー使いますよね。で、ドライヤーで風を当てることによって、髪の毛乾かすじゃないですか。で、それに似たようなことが起こってるのかななんて勝手に想像はしてるんですけども、そのように風が強い日っていうのはとっても水が乾きやすいです。はい、なので、よく水切れを起こすのはその強風の時だったりするかななんて思いますね。はい、で、あとはね、大切な植物ちょっと玄関見に行きましょうか。
困ってね。だからこういうことかな。これも水切れしてるかな。あ、土、大丈夫か。土でもカラッカラですね。ちょっと分かりにくい土。とにかく風がこれ危ないね。土カラカラですね。ちょっとお水与えましょうか。これね先端が折れちゃったから外したんですけども、水やりの時短、まあ、時短というかこれめちゃくちゃ早くこう水やりできるんですよ。めちゃくちゃ雑ですけどね。はい、なのでこれ先端折れちゃったんだけど、そのまま使ってます。でウォータースペース2センチぐらいあるから、たっぷりお水を与えてあげる。わかるかな。はい、まあこう乾いてるとしたら、ウォータースペース分かりづらい、鉢から溢れない程度にお水を与えて、たっぷり与えてあげる。で土の中の古い空気とお水を新しい水で押し流して入れ替えてあげるみたいなイメージが大切かなと思います。風強い。さあ行ってみましょうか。でこれもあるあるですね、片側に寄ってきますよね。もうほら、これ全部が全部別に僕も避難させるわけじゃないんですけども、上の株が育っていると風で煽られます、必ずね。だから風の方向がこうなっちゃう。でもこれ仕方がないね。逆にしとこうか一旦。でこれもそうですけども、片側偏っちゃうね。がっしりした株でも片側偏ってしまうんですけども、まあもう仕方がないね。そのうち戻ると思います、風がやめばね。ほらどうしてもね風が吹くと、ほらこっちに偏っちゃいますよねっていうのがありますけども、まあまあ全部が全部鉢避けても仕方がないし、自然ってそういうものだよねって思っとけばいいんじゃないですか。はい、ここをねスーパーリッサムとビオラのロードで、ここにもうあれですね、ラナンキュラスラックスを植えます。植え替えなきゃいけないね。この辺ね、ポスト周りね、ここすごく綺麗になると思うので楽しみにしていてください。ラックスはこんな感じで、すくすくと大きくなっていて根が張っているはずなので、植え替えてあげたいですよね、もうそろそろね。はい、芽が出ているものだったり芽が出ていないものもありますよ。なのでまあもうちょっとゆっくり待ちましょうか。はい、っていう感じでここにラックスをね複数株植えようと思ってます。でクリスマスローズの古葉切りやりましたね。古い葉っぱバシバシ切りましたので、こんな感じですっきりしてきました。で花芽が上がっていないものもまだまだあるので、気にせずですね、そのうち上がってくると思います。はい、また紹介したいと思います。で草取りをしたので結構綺麗になってますよね。はい、見えない部分でもいろいろ手間暇かかりますけども、それを楽しむのが園芸の醍醐味ではないかと思います。自然と戦います。風強い。これ移動させてラックスにしようと思います。これアメジストセージでかくなりすぎるのでラックス植え替えようと思ってます。すっごい風かわいそう。あ、水切れしないように気をつけないとね。で、ここがお待ちかねの玄関。これお兄ちゃんの寄せ植え。お兄ちゃんの寄せ植えは大事なものなので玄関にしまってあります。でフロックス、これ鉢植えなんで折れやすいので玄関にこれしまっておいて、でセネッティは僕一度折れたんですね。で一度折れてこんな感じになっているので、もう二度と折れてほしくないので玄関にしまっているかなという感じですね。で僕今ここに来て思い出したんですけども、コロロもちょっと折れやすいかもしれないですね。結構根元がねグラグラしがちなことがあるので、コロロどうかな。まあまあ株の様子を見ながら気をつけてください。なんかはい、ということで、どうでした。
まあとりあえずこれがリアルな感じですね。本当に水乾くね。気をつけてください、いろいろな意味でね。まあこれがリアルな様子。なんで僕はここからお伝えしているのか。太陽の光がね、どうですか、もう少しずつ日が伸びてきたのかな。こっち日当たり悪いんですよ。そうすると僕見えないみたいな。運気が上がるとこのタイミングかいみたいな。運気が上がると風の噂が流れつつあるやっちゃんねるなので、チャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。チャンネル登録者さん1000万人目指して頑張っていますのでよろしくお願いします。またライブ配信とかで適当にお茶濁します。お茶濁す意味わかんない。お酒濁すわかんないです。終わろうと思います。それではバイバイビーシ。海行きますからね。海行くのとスーパーマリオごっこやります。すごいよ。もうだから風とね、波はワンセットだと思ってください。だから海の天気は変わりやすいっていうのはこういうことで、風が吹くと波が出ます。でまあこんな感じですね。はい、なので今日は船出れませんよっていうね。何にしてもね、あ、すごいね。海は遮るものが何もないので、こんな感じになります。ご覧の通りです。だから海に近い場所と海から離れた場所で風が全然違うと思うんですね。僕の声はちゃんと届くのでしょうか。海はね、綺麗なんですけどね。海はとっても綺麗なんですが、荒ぶってますよね。いいね、海綺麗ですね。三脚無理。おー